皆さんこんにちは、リフトトニーです。今日は腹筋に効くクロスフィットメニューのおすすめトップ3、これを発表していきたいと思います。皆さん夏ですね。夏なんで暑くて、ビールが進んじゃってちょっとお腹がたるんじゃうとか、でも一方で海プールに行きたくて腹筋割りたいなって人が多いと思うんですけど、そんな皆さんにじゃあもう手っ取り早く何やったらいいかというところを説明していきます。じゃあまずは第3位からですね。3位、ちょっと馴染みないんですが、バイシクルクランチ。これ何かというと、クランチといって体をグッとね、お腹丸めた状態で、足上げてもらって寝てもらって、そこからこうツイスト入れながら、お腹と足を近づけていくような動作になります。これいいところは力を抜く瞬間があんまりないということですね。ずっとお腹とかに力を入れとかないといけない。やっぱり強度が高いし、短時間でしっかりお腹をこう鍛えるんだと。さらにこうツイストもいるので、この腹斜筋といって、このまっすぐなラインだけじゃなくて斜めの方も鍛えられると、ね、動きは小さいけど短時間で効かせるにはいい種目かなと思ってます。バイシクルの違い第3位。第2位、第2位は V アップです。 V アップ意外と評価されない種目ではあるんですけど、 V アップでちゃんとやるとね、本当にきついんですよ。ちゃんとというのは本当に寝た状態ね、まっすぐ足腕伸ばして寝た状態からこう手と足パターンと閉じて、しっかりピタッとつくところまでやると、やっぱりそれだけ動き大きいし、でお腹だけじゃなくて足を持ち上げるような足の付け根の筋肉も使われるので、いわゆるシックスパックって言われるところだけじゃなくて足の付け根といったところまで鍛えるというところで、かなりいい種目になります。でこれね、本当強度高いんで、これは少し調整したね、初心者向けの動き、タックアップっていうのがあるので、そういったものに初心者は変えてもらって、できるようになったら V アップぜひ挑戦してもらうと、本当にこの前面ですね、体の前の方のいわゆる腹筋と言われるところが、鍛えられるかなと思います。お待たせ、第1位、ダラララダン、第1位はトースバになります。トースバーね、クロスフィットやってる人だと、やっぱりできるようになりたい腹筋種目第1位というところもあって、やっぱそれだけで難易度高いんですよね。で、なんで難易度高いかというと、これで腹筋の強さ、もちろんなんですけど、少し背筋だったりとかそういったところも使うので、腹筋に効くと言いましたけど、本当に複合的な、体幹種目というところで今回1位に挙げさせてもらいました。あとは、やっぱ V アップとかと違うのは、ぶら下がった状態で足が、ね、下にこうダラーンとなっているところから上に上げるという意味では、足を上げるという動作でいうと、やっぱり一番移動距離も多い、それから重力に対して、ね、上げていくので、それだけやっぱきついということで、第1位ということにさせてください、ね、スピードとかでいうとやっぱ V アップとかの方が早くできるんで、結構きついなという人も多いかもしれないですけど、クロスフィットでみんなが憧れるという意味でも、トースバが1位になります。なので、腹筋ね、いわゆる普通のシットアップもいいんですけど、それだと実は皆さん50回とか100回とかね、結構できちゃう人いると思うんですよ。それよりはもう少し強度の高いもので、集中してね鍛えてもらうと、よりお腹を効果的にね鍛えることができます。で、ある程度やっぱ負荷が強い方が腹筋自体もね強く大きくなってくるので、で強く大きくなればなるほど、やっぱシックスパックにも近づいてくるので、ちょっと普通の腹筋に飽きた方は、今日言ったね3つの腹筋ぜひやってみてください。それではご視聴ありがとうございました。リフィットトニーでした。